と一緒。おのうよ、お前を織田家の若殿に嫁がせることが決まったぞ。え、織田家の若殿と？どうした、嫌か？いいえ、斎藤家のためならば喜んで。ただ脳は大好きなお父様と離れることが辛いのでございます。やっぱ嫁になんか行くな。ちょっとここにいてくれ。あらあら、お父様ってな。殿と愛娘だが心配するな、わしはいつでもお前のことを思っているからな。でも織田家の若殿はかなりのうつけ者と有名、脳はいじめられないか心配ですわ。むむ、そうだ、お父様、私に変装して代わりに嫁いでくださいませ。そして安全だと分かったら後で私と入れ替わるのでございます。無理を言うな、お前に化けるなどと。いいえ、大丈夫ですわ。お父様と似ていることが私の一番の自慢ですもの。お父ちゃん。そして数分後。殿、バカな真似はおやめください。いやじゃ、邪魔をしないでちょうだい。わしは嫁ぐんじゃ。嫁ぐったら嫁ぐのよ。だから姫がからかってるだけなんですって。あらあら、お父様ったら。殿と嫁入り。犬千代、父さんの娘が嫁いできたらしいな。はい。マムシと呼ばれる男の娘がどんな面か拝んでくれるわ。わしが吉報使者、そちが濃姫か。はいはい、そうでございます。燃え尽きろ父さん。燃やす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 。おやめください。燃やす、はい、燃やす燃やす。おかしい。おの、なぜ一瞬でバレたのだ。お待ちくださいませ。おの、私の父が無礼をいたしました。しかしこれは私を思ってのことなのです。どうか分かってやってくださいませ。おの、わー、おのちゃん、代わりに私が始末いたします。ちょっと何すんの、お嬢ちゃん、刺さったらどうするの。冗談ですわ、お父様。うわ、なんか出てきた。出ちゃいけないものが。あらあら、お父様ったら。実の父に対して全く容赦のない攻撃、見事だ。こうして戦国最強夫婦が誕生したのである。